何も考えずに殺し尽くせばいい。かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。あ、そこのお兄さん、助けてよ。なんだお前。あ、見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか。こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。うわ、このチメ。てめえこいつの仲間か。いや。ええー、そんなこと言わないで助けてよ。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらおうか、黒い剣士さんよ。面倒だな。ボスにことずて頼まれてくれないかな。黒い剣士が来た、それだけでいい。おいてめえ、仲間に何してくれてんだ。盗賊団の首領は人質を取ってるんだ。でも誰も帰ってこなくて。ペラペラうるせえな。俺に関わんじゃねえ。やっと殺されるところだった。黒い剣士を殺せ。奴が俺たちの仲間をやったんだ。
助けて、食われてしまう。狩猟は人を食うんだ、人間のすることじゃねえ。全て焼き払え。黒い剣士を炙り出すんだ。やりやがれ。これじゃみんなが、ごめん、助けてあげられないの。俺はただ奴を見つけ出し殺す。他のことは知らない。巻き込まれて死ぬ奴は雑魚さ。自分の命さえ自由にできないなら死んじまえばいいんだよ。ありがとうございます。見つけたぞ黒い剣士、ここで殺す。道が塞がれちゃったよ。てめえらのボスはどこだ。早く出せ。ありがとうございます。人をつけ狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに盾つこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。
ゃんとなれ。生贄の焼き印、貴様はゴッドハンド。5人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。あー、いたいた。よー、元気？
チビ、なんでお前がここにいる？パックだよ、名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。お前に言えた義理かよ。悪いけど、俺にはペットを飼うつもりはないぜ。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ、お前らエルフってやつがさ。なんでだよ。弱いからさ、ムカつくんだよ。弱いやつを見ているとひねりつぶしてやりたくなるね。ねえガッツ、首んとこにある紋章みたいなの何？烙印だ。こいつが悪霊を呼び寄せる。奴らは生贄を求めてどこだろうと現れる。生贄？過去に何があったんだろう。一体何がガッツをこんなにさせたの？